高木弥栄は、日本の政治学者、アメリカ研究者、政治家。以海は、従三位。薫陶は、薫一東。東京大学名誉教授、日本学士院会員。東京帝国大学教授、太平洋問題調査会常任理事、貴族院議員、東京大学教授などを歴任した。英学者、神田内部の子として、東京に生まれる。第一高等学校を経て、1915年、東京帝国大学法科大学政治学科卒業。新渡部稲造、内村勘三の影響を受ける。1918年、母校で、米国憲法、歴史及び外交講座の初代担当者となる。1933年、米国政治史序説で、東京帝国大学法学博士。1938年、教授に就任。定年となる1950年まで、米国政治史などを教えた。戦前は、太平洋問題調査会常任理事。木戸幸一と学習院で同級であり、日米開戦前には、戦争回避のため近衛文麿とフランクリン・ルーズベルトの会談の実現に努め、ジョセフ・グルー駐日大使に自制を求める手紙を出したりした。1946年9月18日には、貴族院議員。戦後の駐日大使エドウィン・ライシャワーとも親しく、アメリカ学会を創設し、国際文化会館を設立した。1948年日本学士院会員。1965年、アメリカ歴史学会名誉会員。1965年、玉室銀杯一組。1967年、文化功労者。1984年、信13位、続日東受瑞宝章。多くのアメリカ研究者を育成した。クエーカー派クリスチャンであった。実父である神田内部は英語学者として知られ、帝国大学文科大学教授を経て、東京外国語学校校長を務めるとともに、貴族院議員などを歴任した。内部の養父である神田光平は、兵庫県令や元老院議官などを歴任した政治家である。八尺の実弟である神田立雄は言語学者であり、八尺と同じく東京大学教授として教鞭を取った。アメリカ文学者の斎藤光は女性であり、やはり東京大学の教授を務めた。ありがとうございます。